安倍首相はもう持たないんじゃないか。政界の中心で衝撃が走っている。かけ学園疑惑で、防戦続きの政権運営だけではない。安倍自身の体調が著しく悪化し、身体的に持たないというのだ。安倍首相は、海洋性大腸炎という難病を抱える身。そのため、官邸サイドは、今国会の幕引きを急ぎ、 様々な悪だくみを練っている。先週金曜6月9日の夜中に安倍首相が体調不良を訴え、慶応医大の主治医が東京富ヶ谷の指定に急遽駆けつけた。真偽は不明だが、政界の一部でここ数日駆け巡っている情報をまとめたものだ。首相同棲を見ると安倍首相は当日夜、 都内のイタリア料理店で、昭恵夫人と共に、結婚30周年の記念日を、鉄工ビル専務の増岡宗一郎氏ら友人を交え、祝っていた。指定に帰宅したのは、午後10時11分。アッキー夫人と連れ立った長い日々を思い返した直後に、体調が急変したのだろうか。夜が明けてからも、昼過ぎまで指定で休養し、 午後2時に指定を出て向かった先は、六本木のホテル、グランドハイアット東京。午後5時頃まで、ホテル内の、ナゴミスパーフィットネスで汗を流したことになっている。首相同性に、しばしば、名前の上がる高級ジムで、海洋性大腸炎の再発防止のための、ストレス発散との見方がある一方、以前から、頻繁なジム通いが、実は、 治療目的との情報が根強く残る施設内で医師と待ち合わせし診察を受けているというのです鑑定事情通り気になるのはこの1ヶ月高級ジム通いの頻度が凄まじいペースで跳ね上がっていること従来は月12回のペースで通っていたが5月13日以降は G7 出席のためイタリアを訪れていたと27日を除き毎週土曜に必ず3時間ほどジムに滞在している権力者はくしゃみ一つで重病と触れ回られる世界とはいえこの急激な変化に海洋性大腸炎と違って人に言えない重病を患っているのではと危ぶむ声もある重病説はともかく確かに最近は 顔がむくみっぱなしで、心なしか顔色も悪い。もう3ヶ月に及ぶ森友・加計両学園の総理の意向追及が、相当なストレスになっているに違いない。政府・与党は、18日までの国会会期の大幅延長を早々と見送り、延ばしても短期間との条件付き。それも、官邸中枢が安倍首相の体調を忖度した結果か。 総理のご意向ともっぱらですそこで官邸内で熱心に検討しているのがなんとか賭け疑惑の追及を逃れ共暴罪を仕上げるという虫の良い幕引きを図るためのダメージコントロールである。鍵を握るのは安倍首相が文科省に指示したとされる総理のご意向と記された内部文書の馬鹿げた再調査だ。 おそらく3分もあれば確認できる調査結果の公表をあえて引き伸ばし、共謀罪の強行採決のタイミングにぶつけ、政権批判を二分化する。あるいは、16日にも表明する小池都知事の築地市場の移転判断に合わせ、世間の地目をそらす。とまあ、そんな悪だくみを考えに考えているという。古速な手段で、 批判の矛先を交わして延命を図ってもトップの安倍首相がピンピンしていなければ第一次政権の二の舞だ。ちなみにアッキー夫人は安倍首相の事務通いの翌11日旦那の体調はそっちのけで山口県の田植えに出かけていた。